チョッパーコガです。元気ーセキュラライアーのベースラインを、こう簡単にご紹介していけたらなと思います。もちろんこれを見てる、ね、人にはベースをやってる人もいればやってない人もいれば、いろいろだと思うんだけど、あチョッパーが日頃こういうフレーズ弾いてるんだとかそういうのを分かってもらえるだけでもいいなと思います。じゃあ一緒に楽しくやっていきましょう。ここで、ガジャイクスピンのメジャー第1弾シングルセキュラライアーの、全体の演奏をまず簡単に、紹介していきたいと思います。まあ、ガチャリックスピンの第1弾ということで、自己紹介的ソングになっているこの曲はベースラインも、自分の紹介ができるようにスラップ奏法というのを、メインにすごい押し出してます。まあ、ベースって縁の下の力持ちっていう風に、ね、思われがちなんですが、そうでもないです。結構ねピック弾きとか指とかすごい地味に見えるんですけど、そのスラップ奏法を使うとすごい派手に見えます。スラップ奏法っていうのはこの親指のサムピング、そしてこの人差し指の、プリングを使ってやります。こんな感じですね。これ今やったのはオクターブ奏法って言うんですけど、これが基本になります。でこの時にポイントなのが、私教則 DVD でニコちゃんマークをここに書いているんですけど、今日は違うマークにしたいと思います。この手のひらが、見えるように練習するとすごいいいです。できました。はい、今日はオレオちゃんマークを、見えるように練習していきたいと思います。スラップはこういう風に弾くんじゃなくてこういう風に弾きます。嫌かもしれませんが、オレオちゃんマークが見えるように練習しましょう。こんにちはって挨拶をしたら叩きつけてください。こんにちは。この繰り返しです。これがまあ簡単に言うスラップ奏法なんですが、これが主に出てくるのがまずサビなんですね。ちょっと AB を飛ばしてサビからちょっと教えていきたいと思います。まずゆっくりやってみます。フレーズがずっとオクターブなんですね。でその間に入ってくるのがとか、っていうサムピングだけの音になるところ、これはみんなと
一緒に決めでやってるあのポイントだったりするので、こういうおかずがちょっと入ってくるだけの、簡単なフレーズなんですね。なんでサビは、このオクターブ奏法さえできちゃえば簡単に、あなたもセキュラーライアのサビが弾けちゃいます。はい、そして、次は A メロに、戻りたいと思います。 A メロはですね、さっきやったスラップ奏法のオクターブではなくて、ちょっとハンマリングっていうちょっとね難しい技が出てきます。その時にですね、なんとまたここで分かりやすく書いちゃいたいと思います。まずこっちの左手の人差し指は書けるかな、ガチャリックスピンのパフォーマーの前の似顔絵を書いてください。あ、すごい、さ、ジュースそうになっちゃったはい、人差し指が前です。そして、この薬指がアリサで描きます。おかっぱのあーちゃんの絵を描きます。ちょっと怖い顔になっちゃった見えますかねはい、マイとアリサの間をハートでつなぎます。はい、じゃあこれを書いてもらったら、ハンマリングっていうのは1回叩くのに2個音を鳴らすこと。まずマイが押さえます。その後にアリサが叩きつけます。で、その時に難しいのはこのアリサがちゃんとしないんです。このリズム感のキープだったりとか、あとやっぱり叩きつけるだけなので、ここの強さがねすごい難しかったりします。でもそれを頑張って練習します。これはサムピングのハンマリング、プリングのハンマリング、頑張れアリサってやるなっていうのをやります。それが A メロに出てきてます。ゆっくりやると、感じになります。マイ、アリサ、マイ、ハート、マイ、ハート、マイ、アリサっていう、このマイはね、マイの方の人差し指は割とスムーズに動くんだけど、このハートの方だったりアリサの方が結構ねうまくついていかないので、そこをうまくちゃんと練習していきましょう。でテンポが速いので最初ついていくのが大変なんですが、ゆっくりやっていけばだんだん、そのテンポに慣れていくので、まずはゆっくりから練習していきましょう。あとここが3つずつの音にっていう風に聞こえるんだけど、そうじゃなくて位置がちょっとずつずれてくっていうのを、思って弾くと結構タタ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 っていう風に綺麗に弾けるので、そこを気にしてやってみてください。B メロはですね、こう今までイントロ A メロとちょっと激しくスラップをやってきたので、ちょっと落とすために指弾きを入れてます。でその時にスラップから指弾きにこう切り替えるのがすごい難しいので、 B メロの頭はサムピングでちょっと、対応しています。 A メロの最後ね、ここが B メロの頭になります。感じになります。もう一回、B メロのフレーズを弾くね。はい、今の分かりましたか？ A メロが終わった後にすぐで持ち帰るのがちょっと難しかったり動いてたりするので、ではちょっとテンションを一緒にして、そこから指で、ちょっと切ない感じにします。あの歌詞が結構ね、あの愛してと言えたら楽なのにというね、この面で言ってますので、それをちょっとね歌詞と、ベースのラインをリンクさせて弾くと、結構よりなんか切ない感じになるんじゃないかなと思います。